はーい、トーマでーす。黄金世代の鼓動、わざたになれるか真剣に検討しますってこの間言ってたんですよ、お坊さんが。災いし取っちゃったなんて。というわけで、今日の一言、二頭を追うものは一頭も得ず。では行ってみましょう。デッキ見てほしいんですけど、技の技ってむずくないですか？技が、はいはいはい、あ、解説さんいらっしゃい。はい、技問題なんです。いや、技ちょっと自分がまず、まあ、ベースの考え方として、自分普段これなんで、あ、パンティいらっしゃい。パンティ今日一番じゃないよ。自分、あ、日野じゃないと、あ、なるほどっすね。結局南米ってことですよね。いや、自分が普段、属性の国籍、両方の限界染めしちゃってるんで、結構感覚が自分ピンチャーなるほど、自分感覚がちょっとおかしくて、今スキルがロベルト入れて日本入れて、あとこれ入れたんですけど、サリナススキル入れてるんですけど、みんな普段って自分マサオ持ってないんですよ、マサオくん。なんでよ、マサオくん入れるのがベストだと思うんですけど、これこちょっとアトラスさんだったら自分のやつで持ち手でどうするかちょっとアドバイスしてほしいですけど、技は今これだけいって、欧州入れないっすよね。ピエールとか入れます？あ、もともと一応技場なんで、技の時結構一生懸命ガチャはしてたんですけど、日本パに映っちゃったからそんなにやんなくなっちゃった。今ってこの子ってもう使えないんですか？この子ドリブルでたまに遊んでんですけど、厳しい、抜けない、もうドリブル抜けない。新田くん力2本波だとね、新田くん抜けるんです。結構ポータルさんとかはこの子使えますよね、クライフォート。これは技、これはあれですか、この技のパラメータプラス2を狙って入れていくんですか？あ、サスさんこんにちは。あ、まだ午前中だ。おはようございます。でも自分、欧州がいるのかなっていうところ。アプサイナしちゃい。本当はこうの方がいいんですかね？本当はこういう方がベタなんですか？ちょっとわかんなくて。くらいは育てたら疲れ。なるほど。じゃあ、こんにちは。くらいは育て、要は読みがちだからってことですよね。はい、間違っちゃった。この子は基本、シュートじゃないですよね。パスカと、あれですよね。テクニックパス。スピードタックル。この子のやつを、葵はボランチなんですね、やっぱり。これを全部剥がせば、テクニックパスはカンストしてるんで、いけるんじゃないか。葵はやっぱボランチなんですね。結構、美咲くん起点じゃなくて、葵くん起点の人多いっすよね。リフティングパスを要は上げればいいんだよね。基本は揃ってるんで、あとドリブルなんか詰めばいいんでしょう。移植して。じっと赤い、じっと赤いくんはね、これはまた、あんまり言えないんですけど、赤いくんはまたこれスタメンじゃないのに、これもう何連したかな。
これもね、これも450連くらいで取りまして、1回目取れなくて、1回目300連くらい出た時して取れなくて、あのサナエコレクションあったじゃないですか。もうサナエコレクションのステップ3で取れなくて、もうやるしかないって言ってやって頑張って取ったんですけど、結局使ってないんですけど、児童はあの代表ステップ6の時にうまく出てくれたんで、そう、あ、そうなんですよね、回転さんね、こないだあのたまたま見過ぎのとこに、あ、なるほどっすね、そう、そこが思ったんですよ。自分のメインデッキをそのまま基本技に変えたいんですけど、これに近しい形ができづらいんですよね。アトラシディアス入れてる。ああ、やっぱディアス。なるほど。こうでもいいですか？グッティより尖閣のクライフォートの方がいいんですか？ああ、まあディアス出ないんでこっちの方が強いですか？ロブが入室しました。あのじゃあ試合。どうすかね。でも3トップの方がいいのかな。2トップ、あ、技褒めの2トップとかありますよ、自分昔の。これダメ、これよ、ナス持ってないんですよ。そこが問題で、ナスが全然自分相性悪くて、幻とフェスしか持ってないんですよ。技ナポーがいいね。致命的ですよね。ナット欲しいですよね。あのガチャの2万、あのガチャで2万くらいいくやつ持ってないんですよ。だからどうしようかなと思って。これはこれで強い気がするんですけど。でも今、4バックの方が、技とかだと4バックの方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。意外と。あの、今度、あれがないじゃないですか。自分の感覚だと。ああ、なるほど。そうっすよね。自分も普段、ガチの時、ガチデッキは、ロベルト入れてないんですよ。あの、ソクパーとか、パラゲーで、自分のチームスキル45よりでかいスキル、まあ、あの、49とか51仕様にされてる方の時とか、逆属性の時くらいしか、ロベルト使わないんですけど、ソクの45で染めてる方には、ちょっとロベルトいないと、フィールドパス全く通らないんで、ロベルト入れて49にするとだいぶ三崎くんあたりがフィールドパス通ってくるんで、まあ、いいんですけど、技が難しいんですよね。チームスキルって基本でもマサオがないと致命的なんですか、技やるのって。そんなことないんですか、どうなんですかね。ああ、秘書なるなる、秘書いますよ。今の解説ディアスのいいですよ。ディアスのいいですよ。ディアスのあれさん、ディアスってあの今のディアス、アトラスいたら W、 いたら今のディアス、解説さん今のディアス、ああって、ああって、今のディアスじゃなくて前の技ディアスは両方持ってるんですよ。なるほど。必勝、あ、覚醒、これでしょ。誰外せばいいの。マッツンってもうみんな使わないんですか。意外とパスカル使ってる人いないっすよね。あれ、ごめんなさい、なんでパスカルってみんな使わないんですか。声はね、なんとなく良くなってきた。やっぱり土日、なるべく出かけないようにしたから。秘書を入れた方が。あー、もう、そういうことっすね。南米式80にしてもダメなのかな。でもパス、美咲くんと同じくらい行きますよね。2万パスでアルゼンチンコンビとか取られちゃうんですか。え、どれかな、これ、これを潰せばいいのかな、パラ的に。アトラつけれるんでしたっけ。え、つけましたよ、移植して。
ほら、アルゼンチンコンビ80。で、ディアス。まあ、今、潜在ディアス出ちゃったから何とも言えないんですけど。前のあの、なんだっけ、ライベディアスとか、あと、南米式？あー、南米式移植すればいけるんじゃないですか。南米式じゃなくて、あっちじゃないですかね。天才のドリブル？カルツがきつい。あー、なるほどっすね。カルツがきついから、使わないと。なるほど、そういうことか。確かに3トップの左とかに置いて、今の新しい、あ、パスカルダメなんですね。ワザパの人でパスカル使ってる人確かにいないですもんね。フォメはみんな3-1-3-3が多いですよね。でこのロベルトスキルじゃなくて飛翔スキルに変える。飛翔スキルに変えて、はい、どうしよう。無理ですよ、カンニング変えてると無理ですよ。いつもやってるんですけど、同じように陳列するとすごい戦いづらいですよ。南米方面に戻す。南米、あー、3-2-3-2南米フォベってことですか。3-2-3-2でしたっけ。俺あれ S フォメじゃない気がするんですけど、自分アトラス点が入らないので W 点入らないですか。そうなんです、カイデさん。ポータルさんはね、ちょっと参考にするとね、事故る気がするんですよ。これ、あれ、3-2-3-2でしたっけ？これ？全員のスタミナ、あ、南米のオフェンス強いやつってどれでしたっけ？これ？あ、これか。みんなこっちを使ってんのか。7% でも許してもらえますかね？こういうことですね。水着くんがいらない気がするんですけど、そんなことないですか。やっぱでもこうなんですか。そうすると水着くんアウト、水着くんとこうの方がいいんですか。こういう方がみんないいのかな。これだとみんなあんまり戦いたくない。1時半に参加した。水木くんがもう微妙なんですね。こっちの方がいいんすか？もうトメヤの方がいいっすか？それか日本人フィジカル。ああ、3-2-3-2の方っすね。そうするとでも弱くなっちゃいますよね。これで。あ、赤い、いいです。ああ、そうなんですね。あ、確かにそう。でも、ポーターさん、アグレッシブカット、なんか、すげえ高かった気がするんだけど。これで、136511。ああ、そう。ああ、まあ、さっき言ってましたもんね。136521、136521、137118。どんなもんなんですか。なるほど。アグレッシブカット、こっちにいますわ。131、どんくらい、誰と同じくらいなんだ。1312万1000くらいなんでしょうか。もうちょっとバフを効かした方がいいのかな。こんなもんですか。792000って悪いんですか。技だとどんくらいいけばいいんですか。あ、80万いくんだ。まあ総合力じゃないですね。そもそも美咲くんはダメですもんね。あ、了解。これでどう？のびちゃん、これでどう？ちょっと今これでも役に立たないな。スパイラルターンテクニックパスが。あー、フェスジェンティ持ってないっす。バッチリ。これで十分聞こえるんだね。
フェスジェンティごめんなさい、カイさん、あんまりねキャラ持ってないんですよ、すいません。ある中でなんとかやりたい。え、何が足りてないのこれ。ドリブルパス、パスカ、あー、フェスがいないとパスカがいないんだね、これはね。なるほど、なるほど。結構あれだな、技はがしがないと組めないな。技はがしがないと組めないっていうのが分かった。ということは現実的に戦おうとするとこうしてこうしないと自分的には厳しいな。うん、でもこれ素早いパスカット C しかない。剥がしちゃったからな。剥が、2デッキ作るのってむずいな。グッティ守備、あ、グッティそうっすよね。グッティでも強い気がするんですけど、守備ダメなんですか。パスカ、あ、うん、なるほど。あ、このパスカットだとちょっと取れないっすよね。8000の9800か、1万、中盤だと1万の8000くらいとかないと厳しいっすよね。9000、あれ1万、9000かける 1.25、 1万、これはダメ。これは、あれか、日本人時だけ1万、やっぱ自分の9000、見過ぎ純くんくらいってことだもんね。うん、なるほど。こんな強いなグッティ、グッティ、グッティ、これあれじゃないですか、ブラボーガチャじゃないですか。本当に思うんですけど、まあまあグッティしか出ないんですよ。ロベカルとあれが出ないんですよ。グッティしか出ないんですよ。グッティかぶっちゃって、もう本当に、あ、エンジさんこんにちは。グッティしか出なくて、でこれの時もサンターナしか出なくて、もうひどいと思いますよね最近。そのでサリナスの時もサリナスしか出ないっていう、こう他のピックアップ来ないのかなっていう。絶対抽選おかしいなと思うんですけどね。だって 0.03×0.、 まあ連続ではないですけど、そこの 0.03、 あ、ジトー、ジトーは本当に引いてよかったなと思います。強いですよね、やっぱり本当に強いなと思います。自分は読み勝ちの方を使っちゃってるんであれですけど、うん、これで誰か実戦ステップ完走で自投にも、あー、よかったですね。いやー、でもあの時になんだかんだこの子が出たんで、すごい嬉しかったですね。正雄くん、これがなかったらドリームカップやってかれなかったですね。ドリームカップの時って結局レギュレーションついちゃうんで、この2人が機能しないんですよ。もうこれと、ああ、ソックの数を出なかったです。自分も欲しかったですね。ドリームカップの時これが一番強かったですよ。ちょっとね、すごい組み合わせなんですけど、そうですね。なんで、そう。だってあっちの、こっちの、和夫くん3枚持ってるんですけど、緑の正雄くん0枚なんで、絶対おかしいっすよね。よし、誰か。よし、実戦あるのみ。これサイドみんな嫌でしょ、マッチアップ。チョコマカ EX80 とカレーナパスカ80。やばい、剥がしてドリブル積まないとダメかな。実戦。誰か触れましょう。
どこも嫌で、そうですか。いや、強くないですよ、全然能力いって。誰か、ボコってもいいんで、技で遊んでくれる人いないですか、ちょっと。さっきのみんなで作らせていただいたやつで戦いに行くんで。これ。最高戦の新曲確認しないとすげえせったのに。まあいいや。よろしく。あ、デッキの紹介をしてなかった。はい、向こうは押し打ち力パーですね。あ、これパスって誰も、やばいやばい。終わった。終わった、やばい。いつもの感覚で始めちゃった。何やってんの。すいません。いつもの自分のデッキの感覚で始めた。あ、そうですよね。あ、もうダメ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 。大丈夫だよ、これ。昨日ね、昨日分かったから。外国人キラーで。取れるから。お、すごい。24602。どうすか？はい。さっきのチームスキーで24006。まあ、この辺が今の弦。強になるんですね。自分だとちょっとね、やっぱり自分だと今の林。あ、飛んだ。ちょっと待って。やばいやばいやばい。もう検証も何もないじゃんね。マンティこれ、5だと。だって、うわ、弾くんだ。うわ、感覚がわかんない。ちょっと待って。あれ。やばい、ボロボロ。なんで打ってくんだよ。ドリブルしてやる、急に。取れる。取った、さすが。ちょっと待って、これどっから起点がない。ちょっと待って。やばいやばい、ドリブル積んでないし。え、このチームってどうやって攻めるんだろう、わかんねえ。やっぱダメだ、起点のパサーがいないから。そういうことか。ちょっと冷静になってきたぞ。強っ。ほんの何だよね。オッケー、分かってきたよ。もう何もできないっしょ。うわ、取れないんだ。ナポなのに取れないっていう。あ、守備何も積んでない。やば。にわかは、にわかすぎるか。昨日、でもあれだったんですよ。昨日来てくれた人はわかるかなと思うんですけど。ダメだ、技スキルがやばい。取るよ。 Thank you。 29,000。 ロベルトいないときつい気がします。なるほど、そうですよね。ロベルトのバフが入って今 51% で29,900。抜けっしょ。さすが美咲。ゴールデンね、結構速とかで散らばっちゃってるんで。バフ。ダサダサ。頑張ったのに、ちょっと待って、前半終わった。なるほど、吐く、了解。だが自分のやり方的に起点がいないとサッカーができないっていう、もう見過ぎくんなりしちゃってるんで、こうじゃないとダメなの。あと技が、やっぱ技がないと、技をちゃんとつけてないと致命的。あ、でも結構いい試合できてますね。いい試合できてる。まあ前半1点で抑えた。
うん、オッケー。ロベカル打とうって。さてさて、後半ちょっと1回でもシュート打ちたい。メンツ的には十分。あ、本当ですか。よし、じゃああと技剥がしを数えてただ今の力日本パーをやめる理由があんまりないんで、そこですよね。一番は今の力日本パーより強くなるならあれなんですけど、うん、今の力日本パーの方がやっぱりそこなんですよね。一番はね、技は本当に好きなんで、技やってる人たちは憧れるんですけど、てか虹取れないんだよ。葵くんがもったいない。あ、そうっすね、ロベシアタ99。いや、フェス葵にロベシアタ99積んだらすごいスタミナキラーだと思うんですけど、ダメなんですか。取れるか。小細工は通用戦隊論集は論集は笑う。あ、自分でそういう記事を上げときながらっていういや、ちゃんとトップっていうか今見ました。今取れなかったちょっと今取れなかったのすごいショックなんだけど、そんなに強いのあ、取れないあーダメだ、もうひどくない、これもうフルボッコじゃん。うん、うん、同じくらいなんだね。うん、いい、同じくらいってことね。やばい、今のちょっとパス取れなかったそうですね、力日本パーじゃないとね、多分あの皆さんと、なんだろう、皆さんと遊んでるレベルまではいかないんで、力日本パーからじゃないと、力日本パーを脱出するの若干難しいかもしれない。うん、ここで、魔法のスルーパス上げてるからね。あー、そうなんですね。いや、ただあれなんですよ、あの本当に、あ、即南米いいっすよね。自分即の南米のスキルが全くキャラクターいないんで、それが一番問題ないんですけど。来た、ロベカル99の人いたよ、のぶちゃん、翼カップの時に。それしか打ってこなくて前半で交代してたけど、中間。よっしゃー、行くぜ、パーフェクト死ね、頼む虹お願いします。なあ、全力でも99、今月中に日野にブラボー振ったら日野くんだけは99にできそうだな弾かれた、うまい、うまい、あー、なんでロベカル狙って取るよ、いいよ。あー、切れる、やばい、綺麗ですよこれ。しかもこれ抜かれんじゃない、ほら、やっぱり来た、あ、やばいやばい、にわかダメだ、パンティーに普段マッチアップじゃ、これ待って、打てないんじゃない、打てる、え、スタミナ全然使わないじゃん、この悪魔の左足って。びっくりした、何これ、そんな連発できんの、このシュート、ビビるな。止めてやるやばい、ロベカルに見せられてる、
ぜ止まんのかな。あ、19,000、そっか、あれ入れてないからね。にわかはダメだ。いや、坂金とかいける。面白い。面白い。あとラッサンやりましょうって言ったけど、やらなくてよかった、本当に。だいだ、この、こんな、こう、厳しいな。にわか、だからやっぱり、お、すごい、これ通せんの、すげえ。ありがとうございます。いや、ありがとうございます、助かりました。パンティー警察陳列担当さん、ありがとうございました。本当にもう勉強になりました。足入り40、4シュート4、1パスだ。やっぱ改めて起点がないっていうのちょっと厳しいな。パンティありがとう。ちょっとあれですね、結論、選手そこそこいても技が、揃ってないと話にならない。結論、やっぱ技がちゃんとしないとダメだな。ちょっと待って、技剥がしって何枚いるの。まずこれを作るのに、スカイウィングを剥がす1、あとドリブルがない2、3、あと3枚くらいでしょ。ここは強引なパスカットはもういいか。1,2,3,4,5,6,7、よしさんいらっしゃい、7,8,8,9,9,9、こんにちは、10、11、12、13、14、15、16、あれ16枚。まあ、このスターメン違うな、ここもまあ一応17 18 10 18、ルーティー使うとして18枚と、ブラボーが何個だ。ブラボーが45の99だから、54、今スカイウィングが20まであるんで70、まあ70が120、130、SSR ブラボが130あれば技パに変われる。でももうゴールデンとか、でも美咲くん、そうだね。結論、技剥がしがだいたい18枚くらい、現実的に18枚くらいと、 SSR ブラボーは130個あれば多分今の日から日本パと同じくらいの能力、まあ戦えるんじゃないかと思われるデッキまでいけるという感じ。